ゲルニカの木は、スペインバスク自治州、ビスカヤ県、ゲルニカにある多くの木、バスク議事堂の傍らにある。この木は、ビスカヤの自治の象徴であり、後に、バスク地方全体の自治の象徴となった。現在見ることができるのは四代目のゲルニカの木である。中世には、ビスカヤ地方の村々の代表者は地元にある大木の元で集会を行い、 ビスカヤ領主はこの木の下でビスカヤの特権の尊重を誓った。1839年まではこの誓いなしには領主として認められなかった。時が経つと多くは集会の象徴的な意味となり、実際の集会は会議専用のバスク議事堂で行われるようになった。1930年代後半のスペイン内戦でゲルニカは フランシスコ・フランコ将軍の援助を受けたドイツ軍によるゲルニカ空爆を受けた。ゲルニカの街は瓦礫の山と化したが、バスク議事堂の建物とゲルニカの木の実は無事だった。このことがフランコ側のゲルニカ空爆はバスク軍自身による反抗という主張の根拠となった。フランコの軍隊がゲルニカの街を奪うと、カルリスタの勇士によるベゴニアの義勇軍がゲルニカに駆けつけ、 バスク民族主義の象徴である、ゲルニカの木を保護するために、木の周囲に武装した見張りを置いた。1936年、バスク自治政府初代レンダカリのホセアントニオ・アギーレが、この伝統を復活させ、以後のバスク自治州政府レンダカリは就任後にこの木の元で宣誓を行っている。ゲルニカの木である多くの木は、ビスカヤ県の紋章をはじめとし、ビスカヤ県内の 数多くの自治体の紋章に描かれている。また、ビスカヤ県政府は多くの葉のロゴを使用している。バスク連隊のロゴは、イクリニャと同じ緑色と赤色であり、白抜きの中央部には多くの葉がデザインされている。国家主義青年組織の払いの旧ロゴにも多くの葉が描かれている。バスクの地方当局は、友好の象徴として、他国のバスク人会や、定型都市などに、 ゲルニカの木の子孫を贈呈している。ゲルニカの木は曲名でもあり、樹木としてのゲルニカの木やバスク地方の自治を祝福するために歌われる。バスク地方の公式な国家はユスコ・アベンダレン・エリザーキアであるが、曲としてのゲルニカの木はバスク地方の非公式な国家とされ、バスクのラ・マルセイエーズと呼ばれる。また、行政区分としてのバスク自治州の公式な国家である。 即興詩人のホセマリア・イパラギーレが1852年にゲルニカの木を作詞作曲した。イパラギーレの楽譜とギターはビスカヤ県議会に展示されている。1893年にはパンプローナで開催されたデモの荘厳な最後のために選曲され、集った群衆によって歌われた。1975年、フェルナンド・アラバール監督によって ゲルニカの木というタイトルの映画が公開された。ありがとうございます。